みんな、ゲゲンキ、ゆきかみなるです。というわけで、今回なんですけど、この素晴らしい世界に爆炎を、アニメ連動キャンペーン、第7話は、水の都のトラブルメーカーというわけで、本日のキーワードやっていこうと思います。ということで、アニメ連動キーワード、今回のキーワードはこちらでございます。リンゴとなります。ということで、まああれですね、めぐみんがリンゴというか、こうリンゴをね、わざと転がした人を、まあね、こう転がせばリンゴを拾ってくれる。そのついでに入信書ののねやつをしてもらおうみたいな、署名をしてもらおうみたいな形でございます。これが後ほどこのスバ第2期の時にね、悪質教に行くわけなんですけど、その時に、まあ、真似していったというのが、原点がめぐみだったんですよね。原点が。まあ、きっかけというか、なぜリンゴをね、これをわざとね、落として、それを拾ってもらう原因となったというかね、それがめぐみだったというわけでございます。いつかめぐみさんにお姉ちゃんって呼ばれるためにも最高司祭を目指すわ。というわけで、めぐみさんのようなロリビ少女を思うがままに可愛がりたいわね。はい、今回ですね、まあセシリが登場いたしましたね。で、まあその後というかね、まあユンユンも現れて、占い師に言われて悪質教がピンチになるというね、うん、そういった形ですね。あとは、まあ、めぐみんが座っていた場所が、2期では、ね、女神と断言というかね、水の女神といった形に紹介していた場所ですね。とかね、ありましたので、まあ、割と見返せば見返すれば、まあね、って形でしたね。まあ次回も、水の都アクシズ教ですね。はい、アルカンレリアでやるといった形でございます。なので、まあ次回はお風呂会というか、ね、そういった形の会になるっぽいので楽しみですね。ってことで、また次の動画でお会いしましょう。ゆきかみなるでございました。またねー、バイバイ。エンディング。